あのちゃん、かねこでございます。ということで今日なんですけども、今日ちょっとプライベート兼水槽のペットを釣りに夜釣りに来てます。で今日ね、メバルとかカサゴを狙いに来たんですよ、ちっちゃめのやつを。そしたらまさかのいい方のアジが爆釣しまして、これ絶対うまいぞってわけでメインチャンネル急遽回しております。もうちょっとアジの試合は終わっちゃったんですけど、これ見てくださいよ。ほらこんなよ、すごいんですよこれ。すごないっすか。まずアジがおるでしょ、ここに。ほらこれ、このアジめちゃくちゃいいアジですからね。これ市場で買ったら1匹300円もしますから。しかもね、太鼓もあってすごく脂ありそうなんですよね。でシーバスもやりましたよ。ほらもうだいぶリリースしたんですけど、シーバス、まあ、ちっちゃめですね、まあ、逃がしちゃいますね。まあ、シーバスは逃がしちゃいますけど、んであとはここカサゴね、カサゴもねペットにしようかなと思って釣りました、カサゴちゃん。ほんであと今日釣れたのが、あこれメバルだ。ちょっとメバルはねサイズが出なかったっすね。大きめのメバルが釣れたらいいなとか思ったんですけど、ちょっと難しかった。メバルはこのサイズ、美味しそうなメバルですよ。ちょっとちっちゃいですけどね、まあ、これはペット行きですね。とにかくですよ、本当にアジが素晴らしい。これは1年生なのかな。今年の夏に豆アジいっぱい釣りましたけど、それが大きくなったのか、まあ、また違うその群れなのかわかんないですけど、これはいいです。なんで今日はこちらのアジを使ってお料理をしていきたいと思います。そしたらスタジオ帰って料理していきたいと思います。帰宅。よいしょ、うえ、ただいまということで帰ってまいりました。じゃあアジがたくさんですね。やっぱ家持ち帰るとそんなに大きないなっていう印象ですね。このいい方のサイズのアジ、まずこちらもうすぐ締めちゃいます。ちょっと苦しそうなんでね、まだ生きてるうちに。アジはもう首折り、首をパキッと折るだけ。そうすると血もブシュッと出ますので、もうこれで簡単に締まります。サバとかアジはもうこれで OK、 パキッと。もう釣り場でねこれやっちゃっていいと思いますよ。わ、これとかめちゃめちゃよう超えとる。アジほら最高のアジですね。こんなんがねもう本当に入れ食いでしたよ。これアジングはねやっぱ楽しいっすね。サビキ釣りにはない楽しさがありますよね。パキッと、パキッと。このスーパーとかお魚屋さんでこの状態、この首折れのアジが売ってたらすごくいいアジだなと思ってください。しっかりと処理が行き届いた鮮度のいいものだなと思ってもらっていいかなと思います。ここの顎下持って首からポキですね。そうするともう一瞬で閉まります。そしたら氷水作ってジャボーンと入れときます。でこのアジ身がプリプリでも美味しいんですけど、やっぱりちょっとこのプリプリより1日置いて少し身がねもっちりとした方が甘みが出て美味しいと思いますので、血が抜けたらここから出して、1日寝かして明日食べたいと思います。料理も明日考えよう。とりあえず今日はもう夜遅いんで寝ます。じゃあ明日に移動。はい、では1日経過しましたと。死後硬直も進んでいい感じですね。こう持ってもピーンと立ちますよね。もうこれ最高です。ここからもう一段階鮮度が落ちてくるともっと柔らかくこうダニューンとなってきます。これがねアジは一番いい鮮度です。こう持ってピーンと立つ、これが最高で、昨日1匹池の状態でお刺身食べたんですけど、やっぱり少し物足りませんでした。美味しかったんですけど、やっぱり寝かした方が美味しいと思います。僕は脂のある天然のお魚は少し寝かした方が美味しいなと思います。でも養殖のお魚は池で食べても美味しいんですよね。養殖のお魚とか、あと脂のあまり乗ってない天然のお魚は池で食べてもいいかなと思います。まあ好みですけどね。さあそしたら今日はこちらのピカピカのアジ、もう何しても美味しいと思うんですけど、こちらのアジを使って3品作っていきたいと思います。1品目、アジの塩焼き、これはぜひいただきたい一品。2品目、アジフライ。アジの料理の中でアジフライが一番好きっていう方結構多いと思います。専門店もあるぐらいですからね。で3品目、アジのなめろうですね。お酒飲みにはたまらない一品。こちらの3品作っていきたいと思います。じゃあまずはですね、寄り抜いていきましょうか。塩焼きは一番大きいのいきたいので、これですね。こいつめちゃくちゃ良くないですか、このアジ。もう最高ですよこれ。でアジフライは1尾2尾で、なめろうも2尾、いや3尾ぐらいいくか。これでやっていきます。
アジはお魚料理でも基本中の基本ですからね。ではまず塩焼き用からいきましょうか。でアジは鱗ついてます。もうちっちゃい鱗がね結構ついてますんで、でまず包丁でこそげ取ります。だいぶたらいの中でバチャバチャって暴れてる時にアジ同士がこすり合わさってもう鱗は取れてますけどね。でもまだちょっとこうついてますんでね、これは取りたい。そしたらエラを外します。エラのここに包丁を入れてクリッと、はい、エラが取れました。そしたら内臓を取っていきます。魚の盛り付けは左頭で盛り付けますので、こっちにお腹の切れ込みは入れたくありませんので、反対側ですね、こっち側にお腹の切れ込みを入れます。僕はこのヒレですね、ヒレのここ付け根から肛門にかけて斜めに入れます。斜めに入ったら内臓をかき出していきます。うわもうねほら水に油がすごい。わこれめちゃくちゃいい味だわ。やっぱちょっとアジってちょっと汚いぐらいのところの方がうめえのかもしれんね。ほらもう全部内臓脂肪。正直今日のこのアジって工場地帯で釣りました。決して綺麗なとこではありません。でもアジはね僕なんか臭い個体に当たったことありません。なので意外と水質には影響されないのかもしれませんね。まあ、回遊魚っていうのもありますしね。はい、こんな感じに鱗もお腹もエラも綺麗に落ちましたら、次はこれアジ特有のこのゼイゴですね。ゼイゴはアジ系のお魚にはついてます。なんでついてるかというと、この大型魚がこう追ってきた時の武器ですね、すごくトゲトゲして痛いんですよ。なのでこれ食べるとき人間も痛いのでこうやって取っちゃいます。こういう風にここぐらいまで入ってますんで取っちゃいます。できるだけゼイゴだけ取る感じ、こんな感じですね。はい、そうしましたら飾り包丁入れますか。ここに1本さっと、はい、これで塩焼き用の仕込みの完成。そしたらアジフライ用ですね。アジフライ用は背開きでいきます。まずは鱗を取っていきます。鱗なでなでと。そしたらお次はゼイゴですね。ゼイゴを外していきます。こう下からこう入れるやり方もあります。まあ、これはねちょっと慣れが必要です。でも下から取った方が僕はね慣れてるんで、こう綺麗に落とすことができます。ここの付け根ですね、ここに入れてこんな感じ、薄刃でやるとねすごくやりやすい。そしたら頭を落とします。ほら素晴らしい断面ですね。ここが内臓脂肪ですね。この皮と身の間も脂ありますね。いい味です。そしたらアジフライ背開きでいきますんで、背中ですね、背中の方に1本入れます。で貫通させないように開きます。ピロピロピロっと、はい開きました。そしたらここで内臓を取ります。はい内臓。そしたら反転させまして、反対側の背中にも1本包丁入れます。で立てて背骨を断ち切って尻尾で落とす。そうすると背骨が取れます。これですね。そしたらあとは腹骨がここについてますんで、腹骨をすいていきます。こっち側も腹骨をすいていきます。そして腹骨が取れたら、ここにねちょっとトゲがあるんですよ。ここですね、ここに。これを取りたいん でこっち側からこうやって包丁を入れて、この状態になったらピンセットで抜く。これです。これめちゃめちゃ鋭くて口に入ると痛いんで、これ取った方がいいです。できるだけこの骨という骨、ストレスを取ることが美味しいアジフライを作るコツかなと思います。こことかもねちょっと骨なんですけど、こういうのも取っちゃいます。はい、こんな感じですね。うわでも久しぶりにこんな鮮度のいいアジ触ってますね。これはいいわ。うわこれすごいな。何これ。わ胃袋だ。胃袋何入ってるんだろう。胃袋の中身何入ってるのシリーズ。これはおお何これ、シラスみたいなのが入ってる。しかも鮮度がいい。これを爆食いしてたんだ。これはおそらくカタクチイワシの稚魚じゃないですかね。これがたくさん湧いてたんですね。確かに釣ったシーバスの口からもこれ出てきましたね。そしたらこっちも同じですね。背中に入れて、はい、こうしてここに入れて腹骨をすきます。あ、やばい、破れちゃった。これなんですよね、このヒレの骨。これをここで取る。これね、もうめんどくさい場合は、3枚におろしちゃってもいいと思います。まあ、開きの方がかっこいいんで、今開きにしてますけど、3枚におろせばここ全部取れちゃいますんで、面倒い場合は3枚おろしでいいと思います。で、こうやってね、ハサミとかも活用して、うまいこと調理してください。
とにかく魚料理はこの仕込みの段階でいかに骨を取るかっていうのが食べやすさにつながってきます。はい、こんな感じですね。はい、次は三枚おろしですね。基本中の基本です。アジの三枚おろし、まずは先ほどと一緒ゼーゴを取ります。はい、ゼーゴが外れたら頭を落とします。そしたらここで内臓を外します。この状態です。そしたら背わたを取って3枚におろしていきます。大名おろしで、まずは大名おろし。大名おろしはここから1本入れて、できるだけ骨に身をつけないように一立ちで、これが大名おろし。とても仕事が早いです。まあ、数こなすときはこれでもいいと思います。次、本おろしいきます。工程は一緒ですね。まずは鱗を外して、で、ゼーゴなんですけど、まあ、お刺身用にするときは正直ゼーゴは取んなくてもいいです。どの道皮剥いでしまいますんで。でも、この鱗だけは取った方がいいです。なんで皮引くのに鱗を取るかというと、このアジの鱗ってめちゃくちゃ細かいです。細かいし、結構硬いんで、口の中入ると不快なんですよ。ほんでね、意外とびっちりついてるんで、どうしても皮引いてもついちゃうんですよね。このまな板に付着してるものだとか、塩水処理しても塩水の中に漂ってるものがついちゃったりだとか、アジはすごく鱗が多いです。なので、できるだけ鱗を取った状態で調理をしたい。まあ、衛生的でもありますんで、まあ、鱗は取っちゃいましょう。一緒ですね。こうやってお腹を外して、で、本おろししていきます。まずは下から1本で、上にも1本、で、尻尾から頭にかけて、こんな感じですね。尻尾側に1本、反転させて背中側に1本、はい、こんな感じ。こっちの方が骨に身が残りにくいです。このおろした跡を見てみるとすごくわかりやすいんですけど、骨の跡がしっかり残ってますよね。これは綺麗におろせてる証拠ですね。これ大名おろしと比べてみても、ほら全然違いますよね。できれば本おろしでおろした方がいい。これね、ほんと不思議な話で、本おろしでおろした方がアジフライにした時とかもうまいです。なんかね、ふっくらしてます。これ理由は知らんけど、なんかうまいんですよね。やっぱり骨に近い身の方がうまいっていうのがあるのかな。なんでスーパーとかでアジの三枚おろし買うときとかも、この骨の跡がしっかりあるようなアジの三枚おろしとかを買うと、美味しく家で料理ができると思います。すごく丁寧に仕事してくれてるってことだと思いますよ。で、ここで腹骨をすくと、腹骨もできるだけ薄く薄く骨だけをすく。小魚さばくときはいかに身を残すか、これが大事です。はい、こんな感じですね。はい、そしたらこのようにおろし終わりましたと。じゃあまずはアジフライの下味をつけておきます。バットに、まず塩ですね。ピンクソルト。で、胡椒ですね。塩で脱水とかしなくていいのって思われる方いると思いますけど、大丈夫です。新鮮なアジは、本当に臭みがないです。古くなってくると、アジはどんどん臭みが出てきますけど、もうね、何もしなくていい。このまま直で下味つけちゃいます。塩、胡椒ですね。で、これ冷蔵庫で置いておきます。で、お次は皮引いていきます。皮はこう尻尾からこう包丁で、僕がいつもやるみたいに普通にこうやってスッと皮引くやり方、僕はこれが慣れてますね。でもゼーゴがついてないとこういううまくできません。ゼーゴがありの場合のみこれが可能ですね。こう入れていって、なちょっと尻尾のところは多めに落とします。で、ここら辺から包丁を立ててスライド、そうするとギンギンが残ります。尻尾ですね、ここら辺からこう斜めに、もうこのぐらいこう入れたら包丁を立てて、でそのままスライド、こんな感じです。でこれ結構ねコツがいるんですけど、この気まぐれブルーだとすごくやりやすい。これ自分の商品だからとかじゃなくて、本当にこれ使いやすいです。ここら辺から入れて、ここでスライド、こんな感じ。これも売ってないんですけど、今少しね、バージョンを変えて作ってますので、3月ぐらいにね、できると思いますんでね。新型気まぐれブルー出ますんでね。まあ、ほんの少し変わるだけですけど、ぜひ気になる方は購入してみてください。メルカリとかで転売されてるやつ買わないでくださいね。バカみたいな値段で売られてますけど。で、もう一個やり方があって、こっちから剥くやり方ですね。頭の方からこう、剥いていって、こうですね。手でもね、剥けると思うんですけど、あんまり得意じゃないですよね、こう手で剥くっていうの。こういう風に剥けるんですけど、あんま好きじゃない。こう包丁の背中の方でこう剥くこともできますよね。よいしょ、こんな感じ。まな板見てください。このまな板キラキラしてるの分かりますか？
でもアジはどうしても綺麗に取ったつもりでもこんだけ鱗がついちゃうんですよ。で今からなめろを作るんですけど、この鱗がついたところでガタ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 やるとこの鱗も入っちゃいますんで、もう必ず綺麗に洗ってください。もうそれかこの綺麗なまな板で叩くといいと思います。そしたら氷水用意してここにお酢を少し入れます。で軽く素洗いします。これやるとね、生臭みが消えます。ただ今日のアジは本当に鮮度いいんで臭みないです。でも市販のアジ、スーパーで並んでるタイプのアジは、まあ、この素洗いすると間違いないかなと思います。あとイワシとかね、軽くさーっと洗ってあげるといいと思います。この表面の汚れ、そして残った鱗がここで落ちますのでね、もう最終仕上げとしてここで素洗い、これすると光り物ぐんと美味しくなります。はい、で水気を取ったら、ここにまだ血合い骨が入ってます。これを外していきますね。ピンセットで抜いていきます。こうやってピッピッピッと、まあ、大体ここら辺まで入ってますんで、ざーっと抜きます。これが一番部の周りがいい骨の抜き方で、スピーディーな剥き方は V の字カット、ここですね。ここに1本包丁入れます。で反対側にも入れます。こう入ったらこうやってグッと押し出して抜く感じですね。そうすると血合い骨がこう抜けます。こうやって割れちゃうんですけどね、めちゃくちゃ仕事が早いです。で、確実に絶対取れます。まあでも今日はピンセットで取っていきます。あ、でも鮮度がいいからね、すごく抜きにくいですね。うわ、これはさすがにうまいぞ。久しぶりにこんないい天然アジ食べるな。寒い思いして釣りに行った甲斐があったな。よかった。いやほんと最初ね、マジでメバル釣れねえじゃん、今日ボツじゃんと思ったんですけど、船長さんがね、じゃあアジ行こっかってことでね、アジがまさかの爆釣ということで。よかったわ。はい、こんな感じですね。で、ここのお腹の腹骨の下の膜、ここもね、できるだけ取った方がいい。ここね、残りがちなんで、この段階で取っちゃう。こういうね、雑味になるようなところは、全部外してあげる。そうすると、美味しい料理になります。で、もう一個言うと、手で剥いた方は、尻尾のここ肉残っちゃいますんで、ここも僕取っちゃいます。どのみち取るんですよ、ここ。ちょっと硬いんでね。これでアジの三枚おろし、フィレ状の完成ですね。そしたらなめろうに使うお野菜ですね。せーの。生姜ネギ、大葉。ネギ、今日、芽ネギが賞味期限ギリギリなんで使っちゃいますけど、普通の長ネギでも小口ネギでも何でもいいと思います。で、大葉は好き好きありますんで、これも好みでいいと思います。で、この生姜はぜひ入れてほしいですね。アジと生姜っていうのは相性すごくいいので、そしたら生姜皮剥いていきます。こうやってスプーンでね、こうやってこそげると簡単に剥けます。意外と知られてないライフハック。安全だしね、お子さんでもできると思います。そしたら生姜を千切りにしていきます。で、生姜どんだけ入れるの問題なんですけど、僕はね、そんなたくさん入れません。今日アジ鮮度がものすごくいいので、まだなんでね、もうこのぐらいでいきたいですね。3匹に対して僕こんなもんでいきたい。好きな人はもっと入れていいと思うんですけど、せっかくのアジがね、やっぱ生姜でかき消されすぎるのも嫌なんで、こんなもんですね。これでも結構入るなーっていうぐらいです。で、大葉ですね。大葉は丁寧な仕事はこの真ん中の筋を取る。で、丸めてカット。で、ネギはもうたっぷり入れていいです。これでお野菜の仕込みの完成ですね。そしたらアジ、これ1枚お刺身にしますか。こちらのアジですね、これを叩いていきます。せっかく綺麗に3枚におろしましたけど、これをまずは細く切っていきます。はい、こんな感じ。この状態でお刺身として出してもいいですね。アジの糸作り。それをさらに細かくみじん切りにザクザクと切っていきます。はい、この状態になりましたら野菜も切って混ぜていきます。いい感じに粘りが出てきましたね。はい、 OK。 そしたらここに味噌ですね、大さじ1ぐらい、お好きな味噌入れてください。僕は今日は合わせ味噌でいきます。合わせ味噌がね、僕好きですね。味噌もあんまり入れすぎちゃうとせっかくの味が台無しなんで、まあ、大体こんなもんですね。味の量に対してこんなもん。味噌も混ぜ合わせてさらに叩いていきます。
味噌がムラなく混ぜ合わさったら、これでなめろう完成ですね。そしたらお皿に盛り付けていく。ではアジフライ作っていきます。まずは卵を溶いていきます。そしたら下味がついたアジですね、こちらにまずは小麦粉で、この段階で小麦粉はうっすらとつけます。こう軽くつく程度ですね。そしたら卵、そしてパン粉、はい、こんな感じですね。小麦粉、パン粉、はい、こんな感じ。そしたらアジフライ揚げていきます。はい、プカプカっとしてきたら OK。 これね、アジフライのコツは余熱で火を入れることです。この油の中で仕上げすぎない。はい、こんな感じ。今この瞬間もアジに火が入ってます。もうそもそも鮮度がいいので、余熱で火を入れるとふっくらと美味しく仕上がります。そしたらキャベツ、レタスやなんかもちょっと入るといいですね。そしたら身の方を上にして盛り付けていきます。やっぱりね、開きの方がかっこいい。でトマトで、パセリ、今日はタルタル出来合いで、はい、これでアジフライの完成。そしたらアジの塩焼き作っていきます。塩焼きにね、日本酒をこうやって吹きかける、日本酒を塗ってから塩振って焼くとすごく美味しくなるっていうのを覚えました。でお塩をかけていきます。尻尾には強めに化粧塩、今日は串打ちますね。まずは目に1本入れまして、でここら辺から出してくるっとして、ここで1本、そしてくるっとして1本、そして尻尾をクイッと上げて貫通させる。まあちょっと難しいんですけどね、説明。こんな感じで、で安定させたかったらさらにここに1本、スクサッと、これ焼きやすいですね。でこれで上火焼き器で焼いていきます。そしたらここにセット、じっくりと焼いていきます。そしたらお皿に盛り付けて、はい、アジの塩焼きの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。うわ、最悪。ここはついてたけど。ごめんなさい、カメラ回ってませんでした。ちょっとアジフライ食べちゃったんですけど、1枚。めちゃくちゃうまかった。びっくりするぐらいうまい。ちょ、もう一回言いますね。カメラ回すの忘れて喋ってましたね。相当うまいですよ、これ。僕はね、とんかつソースとタルタルでいくのが好きなんですよ。いただきます。うん、まっ、やば、もう肉厚ふわふわですよ。もうなんかね、アジフライっていうか綿菓子のフライっていう感じ。ふわふわっていうか、もうない、このアジの繊維一本一本が口の中でパッ、ほんで甘みが強え。カタクチワシのちっちゃいやつ、あれ食べてるんで脂がうまい、餌がいい。釣れた場所はあんま綺麗なとこじゃないけど、食べてるものはめちゃくちゃいいわ。すごくうまい。僕ね、こんなアジフライを出してくれるお店があったら、車片道1時間かけても通っちゃう自信ありますね。そのぐらいうまいわ。ちょっとこれびっくりするな。やっぱね、鮮度のいいアジで作るアジフライは一味違いますね。うん。あのね、全然違う。
お惣菜のアジフライとか冷凍のアジフライ、あれとはもう全く別物です。僕が今まで食べてきた経験で言うと、これが極上のアジフライですね。もう魚好きな人は絶対にこれ一回やってほしい。めちゃくちゃうまいな。じゃあちょっと次はこちらいきますか。なめろう、これは酒飲みにはたまりませんよ。いきます。ここいただきます。うまっ。わあ、これ日本酒いきてえな。分量完璧。やっぱりなめろうの良さっていうのは、この香味野菜とこの叩いたことで粘りが出たねっとりとしたアジの甘みのハーモニーですよね。もうこれは酒飲みの一品ですね。うん。ほんで僕丁寧に作ったんで、骨も鱗も生臭みもないから、アジの美味しいとこだけうまいこと反映されてますね。で、なめろうはね、ちょっともうご飯いっぱい食べちゃったんでちょっとしかないんですけど、ご飯の上乗せて、で熱々のお出汁をかけるんですよ。で、こう溶かして、で、これを、うめえ、最高、これぞ漁師飯ですよ。これはうまいわ。うん、たまりませんね。うわ、これ結構絶対飲んじゃうわ。飲みすぎ注意報が出てる。危ない。で、アジの刺身。これは生姜醤油でいきたい。油もすごいたっぷり。いただきます。おいしい。やっぱアジの刺身はこのサイズ感が一番おいしいね。で、僕ね今日迷ったんです。お寿司にしようか、なめろうとフライセットにしようか。お寿司も良かったけど、こっちにして正解だったな。次、塩焼き。塩焼き、うまそう。このほら、油がまずうまそうですよね。いただきます。うん、うわ、いい味だなこれ。うわ、うまー。この頭のここ、ここめっちゃうまい。久しぶりに本当に美味しい魚釣ったな。うん、やべ、無心で食べちまう。気づいたら半身なくなってた。こわ、うわ、どれもうまい。みんな違ってみんないいね。うん、トマトもうまいんかい。何このトマト、めちゃくちゃうまいんだよこのトマト。はい、ということで今日はこちらのアジのなめろうフライ、塩焼きときましたらお飲み物をこちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ゲロのやつ。やったー、やっと飲める。早く飲みたかったんだ。もうアジフライの段階から本当は飲みたかったけど我慢した。えらい。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ、海の恵みありがとう。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は夜釣りで釣ってきたマアジを使って、マアジのアジフライ、なめろう、塩焼き作って食べてみましたけども、あ、もうね最高でした。もうめっちゃうまかった。もっと食べたい。あ、マジで魚うめえなと思った。今日はあのね、凄まじいんですよ。あのね、自分で釣ってきた魚っていうのは、2割増しぐらいでうまいんですよ。で、それプラス、マジのクオリティのいい魚。今回のアジとか、あとこの前のクエとか、本当に市場でも、これは高いだろっていう魚が釣れた場合っていうのは、もうね、一生記憶に残る味になるんですよ。釣ってきたっていうのもね、相まって。いや、今日は完璧にそのいい例でしたね。冬は魚がうまい。皆さんも、お魚いっぱい食べましょう。でスーパーとかデパートとかお魚屋さんにもいい味っていうのはいっぱい売ってます。僕もスーパーで買い物してて、これめちゃくちゃいい味だなっていうのを結構見かけますんでね。いい味が売ってた際は皆さんもアジフライやなめろうやってみてはいかがでしょうか。もうめちゃくちゃうまいです。なめろうはねちょっと大人な味わいですけど、アジフライや塩焼きはねお子さんでも美味しく召し上がれると思いますので、ぜひ挑戦してみてくださいね。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。